はい、続いてこちら、クルーネックウィズプリントですね。これも一応スウェットなんですが、クルーネックスウェットなんですけど、後染めになってます。で、あと後染めプリントの乗っけて製品化したものにた、あ、ごめんなさい、プリントを乗っけてその上から後染めかけてウォッシュをかけて、風合いを出したものになります。で、生地はコットン 100%、 生地はコットン 100% で、このリブの部分が、コットン 95% のポリウレタン 5% で、伸縮性があります。はい。で、ブラジは起毛、ウォッシュがかかった起毛なので、かなり安定した起毛、下に着た服につかない、抜け落ちない起毛になってます。はい。で、特徴としては、裾のリブがない、ストンとこの部分ですね、リブがないのが特徴と、あとはここですね、これコンシールファスナーのポケットがついてます。まあ、何入れるかは自由なんですが、ここに隠しポケットみたいなポケットがついてます。で、このポケットに沿ってシーム、切り替えのシームが入っています。で、右袖にはポケットなしでシームだけが入ってます。で、このリブの部分に、ループがついてるんですけど、これちょっとすみません、使い方わかりません。時計を通してブレスレットを通してで、いろいろ考えたんですけど、ちょっと使い方わかりません。はい。使い方分かりましたら商品ページか何かに、追加で書かせていただきます。はい、ではこちらも着てみたいと思います。はい、いかがでしょうか。着用サイズは L サイズになります。身長168センチの体重が50キロで L サイズを着用しています。こんな感じで、シルエット的には通常シルエットになります。シルエットでもなく、小さめでもない通常のシルエットになります。で、特徴としてはスウェット生地、スウェット生地なんですけど、裾のリブがない、ストーンとロンティーを着ている感覚で、着れます。はい。で、そんなに分厚い生地でもないので、スウェット、まあ、上からアウターを、タイトなアウターを、羽織ることもできます。で、この裾を絞らないことによって、どんくささもなくなります。はい。で、これ色なんですけど、一応これでグリーン、グリーンになります。ちょっとベージュっぽい感じなんですけど、これで一応グリーンになります。はい。で、生産国はイタリアです。はい。いかがでしょうか。では、クルーネックウィズプリントのご紹介はこれで終了させていただきます。